ですね。オンラインバー星を、ご来店いただいた皆様ありがとうございました。いやー面白かったですね。なんかいろんなことがねできたんだよね。本当にただねじゃんけんをするっていうだけでもねものすごい面白かった。じゃんけんがこんなにじゃんけんって面白かったっけって思った。あとねみんなでね4コマ漫画を描いたりね、あとねみんなでね丸だけでねなんかパンダ描いたり、それから自分のキャラクターを考えたり、なんだかみんなといろいろ考えるってことがすごく楽しかったです。無事に終えさせていただきました。ありがとうございました。そして私は画像の中でずっとなんかやってますが、これ乗馬ですね。乗馬、今日はね乗馬ショーをやったんですよ。乗馬に乗ってね一曲歌わせていただきました。なんかねいろんな設定の仕方ねオンラインでねなってみないとわからないですね。背景に来る絵の感じが、なんか拡大してたりちょっと離れてたりわかんないね。やってみないとね。あとね照明も本当にわかんない。やり方実際にカメラをつけてみないとわからないですね。本当にこれは面白いことですね。これはねバックに映ってるのはねあのねキリシタン道明寺道成寺ですね。うん、それから最後は八百屋のお七ちゃんを映させていただきました。またこれもね照明わかんなくて行った部屋を暗くしたらすごい綺麗に映えた。うん、まあいろいろ試行錯誤手探りですが今後もこのズームを使ったサロンのようなものをどんどん打ち出していこうと思います。YouTube の方ではこうやって一日を日記のように語るブログの語り版みたいなそういうのを続けられたらなと思います。あと実験的な映像もどんどんまた続けていくつもりです。女教師新宿の落語語りも引き続きお楽しみくださいませ。まだまだおうち時間長く続きますが皆さん頑張っていこう。それでなんか話したいって思ったらぜひ私のズームに遊びに来てください。ちょっと今後のことをこれからまた発表したいと思いますのでこれからもどうぞごひいきによろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。おやすみなさーい。おはようございます、こんにちは、さよなら、さよなら、さよなら、新宿でした。私は海の中に住むお姫様。